はいどうもピオキングです。今日はですね視聴者さんのコースをやっていきますか。いや一昨日の動画なんですけどね、皆さんたくさんのお祝いメッセージどうもありがとうございました。ツイッターとかもですね、あの0時00分あたりにぐらいですねお祝いのメッセージをいただきまして、まあ、こんな誕生日初めてだなと思いまして、僕ねゲーム実況者っていうのを始めてちょうど2年になるんですよ。7月6日で2019年の7月6日から始めたんですよね。まあこの2年間ねいろいろあったなと思い、まあ前置きはこの辺にしてやっていきますか。ピオキングさん誕生日おめでとロール、ピオキングさんの誕生日を祝うためのコースですということで早速やっていきましょう。あいやちょっと待って、今見た、あの投稿した日もさ2021年の7月6日の0時00分誕生日ジャストなんですよね。さあちょっと待ってそういう系か、落ちてくる系ですかなあ。ちょっと待ってこれ難しいんじゃないの、そんな難しいの求めてないよ誕生日にじゃあ左に置きます、で右に行こうね。左上見た今パックンが落ちてきてるんですよね。なんでここ一旦左行って右に行かなくちゃ多分パックンにやられる。あいや違うね、これ上に上がっていいんじゃない、これちょっと上上がってみる。あ登れんね、登れんけど、これ僕登り方知ってますよ。これ一旦右向こう、一旦右向いて上がっていこう、多分これで上がれます。いや僕優しいからね、全部の罠をね引っかかってあげようじゃありませんかいやそういう気持ちはねさらさらないんですけど、そんでここは右にダッシュしていこう。ええあれ落ちんの、この砲台から足場ジャンプしなきゃいけないんだね。いやちょっと戻れないからわかんないんだけど、じゃあここジャンプします。ほほほじゃねえやばい全然進めん、これむずいよ。はいオッケー、でこのまま右に行ってリフトに乗るしかないと思う。いやこれはリフトに乗る以外ないよね。乗ります、でジャンプして右に行く、これが正解。うわこれジャンプした方がいいと思う、ジャンプしないで上に入ります、多分こっちが正解だねそれじゃあワンワンが来るからねすぐ避けよう。いやでも氷だったの、じゃあここ氷なんでジャンプして、そんなことするか。じゃあここは走っていけんのかな、こうオッケーでこのまま右、いやなんかいる、なんかいるけどそれは罠。それじゃあここはダッシュして、ここもダッシュして、ここもダッシュする、なにいや絶対罠だねあれ。ここはジャンプしてこうでしょ、でちょっと右に寄っておこうか、右に寄ってブラッパ来るでしょ、でブラッパが引っ込んだら次左でもう一回右でスネークブロックが来る、なるほどこいつに乗っていけってか、でジャンプ、分かってたんだってスネークブロックに乗って思いっきりジャンプすればいけるはず、こっからジャンプ、ナイス来ました、中間欲しいなそろそろ。あのさ今思ったんですよ、なんで僕誕生日にこんな自分でね自分を苦しめるようなことをやってんだろうと思ってやばいね、ね最近なんかド M 説が流れたけどさ、まあそのまんまかもしれないねじゃあここはすぐ右に行けって感じだね、キノコってすぐ右、はい来ました、読めてる、いや読めてた、ありがとうコイン。じゃあここでこれはね左のあのあれだったらいけない、多分こっちしかいけない、これじゃないとブラパは確か上にやれないはず、来た、いや分かってる、こんくらいちょっとえ待って、じゃあここはこのトゲを持っていけばいいの、いやいけるのこれ、はい、あいけるんだ、いやブラパ倒せるんだね、いやてっきり倒せ、いや違うやんかあ分かった分かった、あの帽子かぶるところにさパンブロックがあるんじゃない、だからここのドア入ったらあのキラーが出てくる上のところを叩けばいける、いや来た、でほいよしうまい、でこのドア入ったらいけるって感じでしょ、オッケー、で中間ポイント、ありがてぇ中間ポイントくれるんだ、うわ嫌な予感、しかしね大丈夫ここなあ、ここ隠しブロックあるんじゃないんですか、うわあと1個、はい右2つを出しておいて、でこっから行こう、
で、このまんま右にジャンプして行ったらダメだと思うんですよね、僕。なんで、ここ左って矢印書いてるじゃん。こっちに行ってみようか。なんもないやんかー。じゃあここはおとなしくコインの通り行きます。はい。コインの通り行ってもダメやんか。でもなんか下に土管あったね。あの土管行ってみようか。確かこの辺だったと思うんですよね。来ました。で、ここの土管が正解なんじゃない。いや、なんかジャンプしてないけんぽくな。うお、ビビッ。いや、これ下だね。絶対下が正解だよ、ここ。いや、絶対こっちなんかあれでしょ。じゃあここの土管入ったら何もしないでいいのか。何もしないで多分一番右に追っていいね。そしたらね、足場があるんですよ、ほら。で、このままトゲと一緒に降りて右。よし、来た。これは確かね、乗れると思うんですよね、あのバネに。乗れると信じよう。はい。うわー、上の方めっちゃ気になんない？こっち絶対みんなも気になると思う。絶対やられるって分かってる。それじゃあさっきのブランコのところはね、あの靴を取って脱ぎ捨てればね、きっといけると思う。ちょっと見ててね。はいはい、よし、来た。で、このままブランコの通りこうね、勢いつけて右にジャンプ。よし。いや、絶対これ絶対これ左じゃん、正解。もうこの音楽はやべえやつやんか。じゃあこれ抜けていくよ。いや、この場では簡単だね。ほら見よってよ、うますぎる。これね、四角の枠があるじゃん、あれ左側が空いてると思うんですけど、その左側がね、空いてる方向にマリオがね、お尻向けたらいけるはず。こうで、いや、ちょ、こう、うーって、こう、やったぜじゃあここは氷のところに気をつけよう。めちゃくちゃ滑るもんだってあれあれは引っかかるよ、これは。ずるいよ。はい、オッケー。で、このまま上に行こう。いや、待って、危ねえ。あれ、なるほど、速攻ジャンプせないけん感じかな。待ってよく考えたらまたこいつじゃんか。いや、一発でいくよ、今回は。一発でいきます。ちょっと見ててね。無言だったら一発でいける説。失敗しろよ。乗った瞬間左のコインの方に行こう。はい、よし。で、次右、うまい。で、ここはジャンプ。で、ジャンプ。なんだとー。それじゃあここは何もしないで左、これでいい。よし。中間ポイントはね、多分もう一個ぐらいありそうなんだよ。これもう避けるしかないじゃんか。なんかそのあれは、そんなことだろうと思ったよ。見て、ほら、縄跳び上手くない？いくよ、次避けるよ、ほら。それじゃあここで何もしない。よし。で、上。なんなん。だからここはすぐ右叩こう。右叩いて、よっしゃ、避ける。うわ、危ねえ、ここギリギリやんか。で、ここはこれね、多分オンオフして右下に出てくると思うんだよね。そっかちょっと待って、もう一回、もう一回やり直させて。これここね、普通に言ってるけど地味にむずいんだよ。右だけ叩いて、この瞬間に分かる。左をね、あれ、もういいや。なんでここオンオフしてすぐ右。はい、オッケー。で、オンオフはしないでいこうか。しないでいきます。なんか変わりそうな予感するけど大丈夫、いける。もう一回オンオフしないでもいける、きっといけるよ。きた。で、ここはどうしよう。こうする、ファイヤーを出してって。あ、チャッカマンできましたね、こっから。ナイス、チャッカマン。あ、なるほど、びっくりした。こっから出てくんのか。こっから一個ずつね、あの破壊してもらって。いや、もうちょっと頑張らない？え、待って、これどういうこと？左、こっちなんかあんのかな？ちょっと今更だけどさ、ここ右に本気でジャンプしたらいける説あるくない？ちょっと行ってみていい？はい。これファイヤー連打して左上のとこまで上がってこないかな。こう、いや、そう、うまい、よくわかった。私なんでやよいや、これいける、いけるよ。ここでガリガリに当たるでしょ。で、音符ブロックに当たらんようにガリガリに当たろうね。うまい。で、もう一回当たるみたいな、多分そんな感じだね。はい、よし。いやー、ビビった、ミスったと思いました。じゃあこのまんま青ブロック、青ブロックじゃない、青土管に入って、ここはね、多分しゃがんでたら大丈夫。あれ、
いや、さっきのところの下に土管がある感じか、これ。ここサムネ使おうか、これ。やばくないこれ。この一番長くなった時、トゲが。そう、ここ。ここの下に土管がある。いや、そうじゃんね。いや、秀才だね。これ左で。もう、あ、でも今のサムネんとこだね、きっと。右に追っておこっか。右に追っておいて、これどうすればいいんだろうね。うわ、どうすればいいのこれ。ま、ちょ、危ねえ。ファイヤー取ってこいってかー。それじゃあ、ここはファイヤーを取って、で、ここの右に行ったら大丈夫。そう。そして溶かす。溶かす。いや、待って、これ。大丈夫これ。はっ、これは奪われてる。ありがとう。やったぜ。これは絶対ゴールでしょ。ここで罠があれば本当に意地が悪いよね。え、ハッピーバースデー言われて来ました。それじゃあここ入って右押しっぱできっといけるよね。いや、絶対いけると思う。さっきはちょっと躊躇してしまったけど、右押しっぱでやったぜ。いや、ありがとうございました。コメントしよう、コメント。それじゃあもう一個か二つぐらいちょっとやっていきたいと思うんですけど、僕が作ったコースの中のコメントから探していきたいと思います。お、見てこれ、パンダゴール待ち。めちゃくちゃなんか優しそうだね。この方のちょっと見てみよっか。わ、なんか速攻あったよ、一発マリオが。難しいので頑張ってください。まあ、どんな感じなんだろうね。早速遊んでくね。実況者さん実況者さんじゃねえんだって。一回地面から離れたら着地ないでゴールね。なるほど、難しいよこれは絶対。なんなんだこれ。どうしよう、一発でいけると思ったんだけどな。しゃがじゃんでギリギリを狙ってみよっか。はい。行き過ぎだって。うわ、これむずいね。はい。うわ、むずい。いや、めちゃくちゃ惜しくなかった今の。え、あれよりギリギリを下を狙えってこと。うわ、難しいねここ。結構やったよこれ。それじゃあね、今日はここで終わりたいと思うんですけど、あさってね、夜8時からですね、 YouTube ライブを行いたいと思いますんで、よかったらですね、皆さん来てくれると嬉しいなって思います。それじゃあまたね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。